皆さんこんばんは、ちゆです。今日は久しぶりにですね、一人まるシリーズをやっていきたいと思います。お久しぶりですっていう感じなんですけれども、もう最近ね、すっかり夏日和というか、まあ、梅雨が来てないんでね、まだ涼しい日もあるんですけど、もうすっかり私も薄着でですね、お出かけしております。その日はちょっとね、風が強くてげんなりモードでございます。もう早いことに6月ということで、今年ももうね、半分が過ぎたところなんですけど、実はね、6月といえば私の誕生日がありまして、実はまた一つお姉さんになりました。もうね、本当に立派な大人の年になってきたので、もう最近は年齢はあんま言いたくないんですけど、またね、お姉さんになったので、もっともっと大人らしく、しっかり成熟した人になれるように頑張ります。そんな今日やってきたのはこちら、じゃん、餃子の王将ということでね、もうみんな大好きですよね、餃子の王将は。もうね、餃子の王将さんといえば本当に中華の王道っていう感じなんですけど、もうこうやってね、サンプル見てるんだけども、お腹が空いちゃうので早速入っていきたいと思います。さて、もう暑い暑い外からやってきたので、もうお腹もペコペコだし、今日はいっぱい食べてやるぞの気持ちで挑みたいと思います。皆さんは餃子の王将よく行きますか？私は結構ね、常連レベルで結構行きますもう本当に中華が最近好きで、大人になってからめっちゃ好きになったんですよ。なので餃子の王将さんも結構よく来る場所ではあります。私の大好きなメニュー本を見ながら、今日何を食べるか決めていきたいと思います。いろいろね、本当にメニューの量が多いというか、本当に品揃えが豊富、もう中華で食べたいやつ大体揃ってるんで、もう本当に1回行っても食べきれないから、結構こまめにちょこちょこ行ってたりするんですけど、なんといってもね、王将さんにはこのジャストサイズメニューっていうのがあるんですよ。知ってましたか皆さん、まあ、有名だからわかるか。このね、数々のもう王道料理、中華の王道がジャストサイズ、一人用とか、まあ、本当にちっちゃいお皿で食べれるので、なんかやっぱご飯屋さんとか行ってもさ、ちょっとだけ食べたい、いろんなのをいっぱい食べたいとかあるやん。それが叶うのが餃子の王将さんのいいところ。早々に注文済ませ、一息つく私。なんかデザインかと思ったら、ちゃんとグラスも王将って書いてました。王将って感じですね、はい。餃子の王将といえば、本当に私ちっちゃい頃からもよく家族で食べに行ったりとかしてて、なんか中華って昔はもう本当にラーメン定食食べたりとか、なんかそういうものしか選んでこなかったんだけど、大人になってからこう酢豚とか角煮とか、やっぱね、中華って本当に美味しくて、まあいいお店とか行くとね、北京ダックとかあるけど、本当に美味しくて、ちっちゃい頃にはこの魅力に気づけなかったんだけど、最近はめちゃくちゃ好きです。そして皆さん気づきましたか？私なんと最近5キロも痩せました。ダイエットしたんです。だからちょっとだけ肩周りとかスッキリしたんじゃないかなっていう感じなんですけど、まあ、ダイエットした理由は、まあ、そろそろ夏も来るし、薄着になる機会も多いから、ちょっとでも見える場所というか、見える部分ぐらいは痩せてたいなと思って、少し減量しました。なので実はこの中華もね、ハマってたんだけど、しばらく食べずに、ちょっとヘルシーな食事をメインにしてたので、今日はもうほぼチートデーみたいな感じで、すごく楽しみにしてたので、いっぱい食べて気持ちも心も体も満足して帰りたいと思います。そんなこんなでご飯を待ちわびてる間に、ものの数分でやってきました、お目当てのご飯。じゃーん、来ました。ということで、私が頼んだメニューはこちら。まずはジャストサイズのチャーハン、そしてホイコーロー、エビチリ、そしてなんといってもメインの王将の餃子を頼みました。どうですか、パリパリで、もう今すぐ食べたいという感じなんですけど、そしてね、ごま団子もジャストサイズで一つデザートに頼みました。しっかり王将のロゴが入ったこちらのお箸で早速いただきたいと思います。
甘辛いソースがエビによく馴染んでめちゃくちゃめちゃくちゃ美味しいんです。エビもプリプリだし、ちっちゃいのに存在感もあって超満足の一皿でした。そして続いてはホイコーロー。こっちも抜群に美味しかったです。私はホイコーローにねマヨネーズつけて食べるのが好きなので、家で食べるときはいつもそうしてます。そしてここで私の餃子のタレを紹介したいと思います。最近ね餃子のタレをこのお酢とこちら醤油、あ、間違えた、胡椒、この2つを使って酢胡椒で食べる餃子にハマってます。なんかいつもタレにつけて食べるんだけど、これが意外と美味しいんですよ。まあ、基本的にねテーブルにある餃子のタレを使うのももちろんいいんですけど、この酢と胡椒で食べる餃子が本当に餃子の旨味を引き立ててくれて、めちゃくちゃ香りも立ってておすすめです。やったことない方はぜひやってみてください。そしてチャーハン、私はね実はチャーハン大好きなんですよ。ちっちゃい頃からジャストサイズなので、もう拳ぐらいのサイズのこのパラパラチャーハンをいただきたいと思います。もう間違いのない美味しさ。なんかチャーハンとかもやっぱなんか中華って家庭料理というか、家庭で家でもさチャーハンとかパパって作るけど、やっぱこうやって店舗でしか味わえない味ってあるから、本当に餃子の王将なんかまた来たくなるような味なんですよね。さてお口いっぱいにホイコーローを放り込んで、ここからが大切です。ここにすかさずチャーハンをぶっ込んでいきます。やっぱり中華はご飯系とよく合うんですよ。家でもね結構白ご飯と一緒にホイコーローとか食べるんだけど、続いてこちらエビチリとチャーハン、この組み合わせも皆さん鉄板ですよ。もうこの美味しさを知ってしまったらもう世界が変わりますから、やっぱり美味しいものって世界を救うなって改めて思いました。最近ダイエットをしてたせいか、ちょっと胃袋がちっちゃくなって昔よりはあんまり食べれなくなっちゃって、本当はジャストサイズももっと山ほどね頼みたい商品があったんですけど、ちょっと胃袋に自信がなかったので今日は控えめに頼みました。でね、私は一人でよくねご飯食べていく動画も載せてるけど、本当にご飯を食べるのが大好きなんですよ。そんな私がね5キロも痩せて、もうこれはもうご褒美ですから、私めちゃくちゃ我慢したんですよ今回のダイエット中。でもたくさん我慢した分、今日の王将がいつにも増して美味しく食べることができました。幸せです。さてあっという間に完食しまして、もう残すところこちらエビチリの一かけら。美味しく完食したところで、ここで楽しみにとっておいたごま団子を食べていきたいと思います。見てこのフォルムがもう最高、抜群、美味しいこと間違いなしの形してますからね。中にあんこが詰まってもうめちゃくちゃ美味しかったです。外はカリ、中はふわの、もうこれが鉄板最強コンボですからね。そんな美味しい美味しいごま団子をものの3口で食らいたいと思います。久しぶりにお腹いっぱい好きなものを食べられて幸せな一日でした。ごちそうさまでした。ということで今日は餃子の王将さんで好きなものをお腹いっぱい食べてみたんですが、
やっぱり餃子の王将さんはいつ来ても最高の味だし、何よりお腹を1ミリもね開けずに、もう満腹の満腹の状態で帰れるジャストサイズってやっぱ素晴らしいなって思いました。皆さんもぜひ餃子の王将を食べてください。この動画いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、通知オンの方よろしくお願いします。それでは以上、チューでした。バイバーイ。他にも私に一人で行ってほしいご飯屋さんとかあったらぜひ教えてください。